リチャード・クレーダーマンは、フランスのピアニストである。本名は、フィリップ・ロベル・ルイ・パジェス。リチャード・クレーダーマンは、フランス語では、リシャール・クレーデルマンとなるが、日本語メディアではもっぱら英語読みの、リチャード・クレーダーマンで呼ばれる。1953年12月28日、パリ郊外のロマンビールで生まれる。幼少時より、ピアノに親しみ、5歳で作曲を始め、学校の教科書よりも、 楽譜の方がよく読めたという、6歳の時に流暢な指使いで聴衆を仰天させた。パリコンセルバトワールに入学してからは、天才と呼ばれ、16歳でコンセルバトワールを主席で卒業する。その後、最終的にポピュラー音楽の道を選び、はじめはスタジオミュージシャンや有名歌手のバックオーケストラのピアニストを務めた。 クレーダーマンの評判を聞きつけたプロデューサーから、ポール・デ・センヌビルとオリビエ・トゥスさんが行うオーディションの誘いを受ける。それは、音楽が過激に走っていく時代にあえてシンプルで、美しいメロディーの普遍性を訴える新しいキャラクターによるピアニストを探しているところで、芸名は、リチャード・クレーダーマン、デビュー曲は、バラード・ポア・アデリーヌと決まっていたという。 そこで集まった約20人の中から、ピアノのテクニック、音楽性、そして、用紙のいずれにおいても優れていたのが、クレーダーマンで、センヌビルが設立した新しいレコード会社、デリファンから1976年、同局でレコードデビューした。クレーダーマンのデビューシングルは、フランスではそれほど注目されなかったが、その後、西ドイツのテレビドラマの主題曲に使われたことにより、 全盛独シングルヒットチャートの第一位に輝き、これを契機にスペインなど周辺の国々でもヒットし、逆輸入の形でフランスでもヒットした。この話を聞き、当時のビクター音楽産業がデリファン社とクレーダーマンに関する日本での独占販売契約を締結した。1978年、日本で初めて彼のレコードが発売されるとすぐに評判になった。 1980年には日本で初のコンサートを開き、ニューイージーリスニングミュージックとして注目されるようになった。初訪日以来、毎年日本でコンサートを行うほか、全世界通して年300日はコンサートをしている。現在の日本でクレーダーマンの楽曲として知られている曲といえば、デビュー曲、なのアデリーヌであるが、 日本でその名を初めて広めたのは、1981年のシーボン化粧品の広告で流れた愛のコンチェルトであり、この広告は当時頻繁に流れ、たとえ曲のタイトルを知らなくても、曲を聴けばあの化粧品の曲だとわかるほどであった。1982年には星のセレナーデに岸田聡氏と下田逸郎が歌詞を載せ、潮風のセレナードのタイトルで、 岸田がカバーした。オリジナル曲は、センヌビルやプロデューサーのトゥッサン作曲のものが多い。他のアーティストとの共演も行っており、アルバムでは、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団、ジェームス・ラスト・オーケストラ、デーモン・ル・フェーブル・グランド・オーケストラとの共演版がある。1998年に、テレビ番組、趣味悠々にて、リチャード・クレーダー,アーマンのピアノレッスンと題し、司会、案内役に、 より近かみを迎え、毎回ピアニストを目指す生徒と共に、クレーダーマンが講師となって、音楽やピアノのレッスンを行う内容の番組が放送された。毎年5月前後に日本でコンサートを行うほか、世界各国で年300日はコンサートをしている。日本でのコンサートでは、デビュー曲の、渚のアデリーヌをはじめとするオリジナルヒット曲や映画音楽、 世界を渡り歩いて出会った曲の数々、50年代ポップスから最新のポップス、そして日本の童謡、昇歌、歌謡曲など幅広いジャンルから選び抜き、電子楽器も多用した演奏活動を行っていた。毎年世界各国で300日戦後のコンサートをしていることを受け、ギネス記録にも認定され、2010年で 来日コンサート30回目を迎えることとなり、デビュー30周年記念アルバム、栄光の奇跡と、来日30周年記念アルバム、母に捧げる歌も発売した。また、近年では、オリジナルヒット曲などのリメイクも話題になったり、新曲もコンスタントに発表するなど、現在も、なお第一線で、演奏活動を行っている。2006年頃からは、 少人数のアンサンブル形式のバンドと合わせて演奏されている。また、4人組グループジュロップスなど、アジア各国の音楽家ともコンサートでゲスト共演している。2012年には東日本大震災の被災地を訪れ、その模様はトゥモロービヨンド3.11で放送された。大変なハニカミで、物静かな人物である。休日も出歩くことは滅多になく、 自宅でピアノを弾いたり音楽を聴いたり読書をして過ごすことが多い。ピアノを集めるのも大好きで自宅に多くのピアノがある。クレーダーマンが所有するピアノの中には日本製もある。外出するときも運転手付きの大型車ではなく愛車の BMW を自ら運転するか友人とバスや地下鉄に乗って出かける。楽屋で用意される飲食物も シャンパンやキャビアではなく、サンドイッチとミネラルウォーターとリンゴがあれば十分と答えている。酒やタバコは一切足しなまない。ありがとうございます。